松原陸は日本の声楽家である。日本を代表するテノール歌手、鈴木寛一万年の愛弟子の一人、東京都杉並区出身、成城学園中学校高等学校を卒業。東京芸術大学を卒業後、同大学大学院音楽研究科修士課程、声楽専攻オペラ研究分野終了。終了時に、胸継ぐ伊佐二賞、武藤舞賞を受賞。 大学院在学中に英国王立音楽院修士課程に給付金付き特待生として合格し約2年間研鑽を積む2017年度武球英国留学小学生2017年度第3回モンテロッソアルマーレ・チンクエテッレ国際オペラコンクールで第1位獲得2017年12月に 在英国日本国大使館にて開催の天皇誕生日祝賀会において両国の国家を独唱。海外での活動も幅広く、イギリス、イタリア、ポルトガル、フランス、ポーランド、ベトナム等各地でコンサートにもゲスト出演している。オペラではコジファン・トゥテ、ランメル・モールのルチア、ロメオとジュリエット、椿姫、リゴレット、ラ・ボエーム等の主役を演じる。 特に宗教局の分野における活躍の場は広く、国内外でプロのオーケストラと共演を重ねている。フェリス女学院大学非常勤復主、ウィスタリア音楽院講師。2018年2019年2020年。ありがとうございます。